どうも、ゲンコチです、今日も自宅でできる簡単のメニューを紹介したいと思います。イエイ。今日は前回の続きの神経系トレーニングの、違うバージョンをしたいと思います。前回は手だけの動きやったんですけど、今回ちょっと足もつけていきたいので、ぜひやってみてください。で、これも今回も前回と同じように1回目はコーチの動き見ながら一緒にやってもらって、2回目からは、音とリズムだけを聞いて画面見ずにチャレンジしてみてください。で、どんどんスピードも上げていくんでお願いします。それではスタート。じゃあそれでは肩の上に手を置いて、今回足は足踏みした状態、その場で足踏みした状態で手の動きを入れていきます。じゃあ3周ゆっくりいきます。じゃあ行きます。じゃあ足踏みした状態、足踏みしてください。で、手は肩の上に置いて3周いきます。せーの、上上横横前前下下、上上横横前前下下、上上横横前前下下、こんな感じです。で、前も言ったんですけど、全然もうぐちゃぐちゃでできてない感じでも全然大丈夫なんで、とりあえずしっかり動かしてチャレンジしてみてください。今からは画面見ずに音リズムだけを聞いてやってみてください。で、だんだんスピード上げていきます。で、3周ずつこれもやっていきます。はい、じゃあ、肩の上に手を置いて足踏みしてください。じゃあ行きます。せーの、上上横横前前下下、上上横横前前下下、上上横横前前下下。じゃあ次スピード上げていきます。はい、じゃあ手肩の上に置いて足踏みしてください。いきます。せーの、上上横横前前下下、上上横横前前下下、上上横横前前下下。じゃあ次、最後もうちょいスピード上げてやってみます。いきます。はい、じゃあ肩手の上に置いて足踏みしてください。いきます。せーの、上上横横前前下下、上上横横前前下下、上上横横前前下下。こんな感じです。どんどん複雑、足も入れていってすごいちょっとこう、わけわからないようになったりするかもしれないんですけど、ぜひチャレンジしてみてください。積み重ねることで運動神経アップにつながるので、空いた時間とかにこうおうちの人と楽しみながらやってみてください。チャンネル登録、いいねしてもらえたら嬉しいです。それではバイバーイ。